月子さん。本当に仕方ないのですね。そうだ、戦え、戦うんだ。お前たちのいずれが勝利しようと、黒い結晶の生み出す絶望からは逃れられない。目覚めた先輩が見るのは、愛する人を殺した愛しい女性の姿だ。その悲しみがゲートを開き、僕の手にリフトラシールをもたらす。学校の見せ物だよ、まったく。悲しみからは、寂しさからは誰も逃れられない。たとえ先輩が太陽その人でも、その輝きが失せる時は必ず来る。そしてその輝きを取り戻すのは僕だ。先輩とその愛する人二人を僕が導く。僕が幸福にする。それが一番正しいんだ。
やった、行きなさい。ような手で。しまった。これまでか。何バカをやってるんだ、あんたは。小太郎さん、あんたとは何ですか。私はサヨです。ちゃんと名前を呼んでください。そうだ、あんたはサヨだ。元兵器じゃない、サヨタンだ。光太郎さん、あんたは人間だ。どっからどう見ても少し間の抜けた人間だ。俺も知ってる、勇気サヨだ。そうだろう。あ、私はな、人間を捨てないでくれ、ダメ。それが月子のダメだってんなら、なおさらだ。プールのあの時と同じだな。時に何を言っているのですか。なんだこれは。霊力が体中に満ちていく。あの時に感じたのも。力は。光太郎さん、月子さんを助けましょう。ああ、その感じだと何か手を考えついたのか。はい、光太郎さんさえ手伝ってくれれば。当然だろう、月子は必ず助け出す。準備はいいですか、光太郎さん。おう、いつでもいいぜ。月子、今助けてやるからな。
行きます。行くぜ。今だ、サヨタン。この息は神の息。月子。月子さん。月子、大丈夫か？こう、あたし。いいんだ、月子。大丈夫。俺も、サヨタンもいる。何？これは私を操ってたもの。サヨさん、私との回線を切られて私を取り戻そうとしてる。七夕の噂を書くに作られた負の思念の集積体。サヨタン、すまねえ。月子を頼む。光太郎さん、あれは一人で勝てる相手では。分かってる、サヨタン。でも、
こんなにぶち切れたのは久しぶりだ。勘違いしろ。いいか、よく聞け、アクト。お前の選択は二つに一つ。 A、 ぶっ飛ばされてお縄になるか、 B、 お縄になってぶっ飛ばされるかだ。久我孝太郎。こいつ口を聞きやがった。我は今日の無から始まり、無へと帰る。偽善の海の中から生まれた純粋な悲哀、悲しみと後悔を生む過去、偽りの希望を説く虚妄の未来、そして錯誤と失策が生み出した現在、我は否定し集結させる。お前も俺の中から来たのか。その通り。久我慎太郎を殺めた悲しみ、城島月子をさらわれ有機作用を傷つけたその後悔、お前の中にある後悔や恐怖が私を作り出す本質だ。恐れている神になった自分がさらなる破壊と悲劇を呼ぶのではないか。お前はお前が口にするほど未来を信じてなどいない。違う。俺は未来を信じて。確かに辛いことはいっぱいあった。弱音を吐いてカッコ悪いとこも見せたさ。でもだから前に進みたいって思う。昨日の自分より明日の方がってな。私の後悔を呼ぶとなぜ気づかない。生きることは悲しむことだ。希望を持たなければ絶望もない。私は過去と現在と未来を等しく否定する。時間を認識し悲劇を呼ぶのは人の心だ。主観を忘却することで人は平安を願う。